IOC が中国のプロパガンダ、人権団体が批判、放水問題で、天使選手の放水さんが中国共産党の幹部に性的暴行を受けたと訴えた問題で、国際オリンピック委員会 IOC のバッハ会長が放水さんとテレビ電話をした問題で、人権団体の Human Rights Watch が22日に次のような声明を発表しました。 中国政府のプロパガンダを助長してはならない。他の関係者が彼女と連絡を取れない中、テレビ電話がどのように準備されたかを IOC は説明していない。IOC は選手の権利と安全を侵害する最たる存在との関係を大切にしているようだとなっておりまして、さらに中国政府による検閲を批判し、調査や ス水さんの出国も要求しておりますが、このス水さんは現状、南京状態に置かれているものと見られており、中国政府側を通さなければス水さんと連絡を取ることもできません。中国政府はこの問題に関する国際放送を何度も遮断しておりまして、まあ、相当ですね、都合が悪い問題であると認識しているようでございますが、このス水さんに関しては、 坂上志村さんが暴言を吐いたとして批判も出ておりますけれども、このホースイさんの問題に関しては、まあ、例えば東京オリンピックにおいて女性に関する発言で森吉郎さんが辞任に追い込まれておりましたが、まあ、同じ尺度、同じ物差しでこのホースイさんの問題を図った場合、もう北京東京オリンピックを中止にするしか対応策はないんじゃないかと思われます。IOC には 北京東京オリンピックを中止する方向で各国政府と調整を進めていただき、各国において存在している競技施設を活用し、まあ、例えば、そういった既存の施設を活用しながら、北京東京オリンピックの代わりとなるオリンピックを各国に分散した形で開催するなどして、対策を講じていただくようにお願いいたします。 以上になります。ご清聴いただき、ありがとうございました。